はどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。パンチパンダの研究室が一緒だった男の子がいるんですけれども、その子が最近会社を辞めたらしくて、でまあ理由としては面倒くさいから、そういう理由で会社を辞めた男の子がいるんですけれども、俺はその子とはあんまり親しくないというか、まあ時々は話すんだけれども、それも事務的な話っていうだけで、そのくらいの関係性の人だったんですよ。でね、その子ね、俺が大学生の頃から昔からずーっとそうなんだけれども、 LINE のタイムラインにめちゃくちゃつぶやくの。うわ、このアイドルめっちゃ可愛い、このゲーム超おすすめみたいなことをね、すっげえ投稿するんだけれども、めちゃくちゃ投稿頻度が高いから、俺全然喋ってないんだけれども、なぜか知らんけれども、その子の私生活丸見えっていうよくわからない関係性だったんですよ。でね、最近その子が会社辞めたぜみたいなのも知ったのも、それを知ったのも LINE のタイムラインなんだけれども、投稿を見る限り6月7日に会社を辞めて、もうなんか2ヶ月で入社2ヶ月目で辞めちゃって、じゃあ今何してるのかって言ったら、基本的にはゲームしたり、2次元の女の子のコンサートとかも結構行ったりとかしてて、でね、俺それを知った瞬間ね、なんだこいつって思っちゃって、まあ言ったらさ、世間一般からしたらさ、なんか社会人になって2ヶ月目でもうすぐ辞めちゃって、完全にもうニート状態で、でもうずっとゲームばっかり、アニメばっかりの生活なんだけれども、内心やっぱね、ちょっとバカにしちゃった部分はあるんだよね。っていうのを、まあアニメ好きも全然いいし、ゲーム好きも全然いいんだけれども、ただ会社を2ヶ月で辞めるかっていうところでちょっと引っかかっちゃって、でもふっと思ったんですよ。あれ？俺も最近動画の中で会社辞めるとか言ってね。確かにその動画の中にも、会社辞めるの良くないよ、ちゃんと働けよっていうようなコメント結構たくさんあって、まあね、わからなくもないなってなっちゃって、ちょっと今だからなんか悩んじゃってて、まあ普通に会社は辞めるんですよ、パンチパンダ。就職活動してる時にすでに俺どうせ会社辞めるのになって思いながら就活してたから、どうせすぐに会社辞めるんだけれども、でもなんかちょっと違うじゃん。その2ヶ月で会社辞めて、今ちょっとね、好きなことで生活してる人をちょっと見下しちゃった部分はさ、良くないというか、まあパンチパンダもそういう生活にしようとは思ってるじゃん。まあニートになるとかではないんだけれども、そっちでね、 YouTube とか生放送とかで生活できるようにしたいなっていうので、ちょっとシフトチェンジするっていう方向性で、まあなんかちょっとベクトルとしては違うんだけれども、でもまあやりたいことを一番に考えるっていう部分では、まあ通ずるものはあるじゃないですか。だからね、ちょっと悩んでモヤモヤが増したっていうか、まあ普段からずっと考えているんですよ。あ、いつやめようかなとか、最近ちょっと自分のチャンネルに広告つき始めたから、ちょっと見通し立ってきたなとか、そういうことを考えながら、まあ働いてはいるんだけれども、どうやって生きるかっていう部分に関しては本当にね、難しい問題だなって思いました。はい、ということでパンチパンダでした。まあなんかね、まあモヤモヤを残しながら、まあ考えながらね、まあいろんな意見を聞きながら、パンチパンダもね、自分の人生っていうのをどうやって歩むべきかっていうのをちょっと考えていきたいなってまあ思っているんでね、いろんな意見とかあったらね、まあコメントでね、まあコメントください。はい、ということで、まあ今から会社なんですけれどもはい、今日朝撮ってるんですよ、パンチパンダ。ということで、はい、今からね、会社行ってきます。ということで、はい、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。